はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。イークオ様、ご支援ありがとうございました。ありがとうございました。政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠に誠にありがとうございます。7月29日に予定してました代々木タウンミーティングは事情により、やむえない事情により中止いたします。ちょっと私の病院のあれがあれで、ちょっとダメになっちゃったんですよね。会場キャンセル料 100% でした。ぐぐぐぐぐぐぐ。なんで、もう1週間以上前なのになんで、前日とかだったら 100% あっかもしんないけどさ、ちょっと良心的じゃねえな。怒って、しまいました。8月15日、靖国神社、正殿参拝。8月15日、懇親会。いずれもメール当院様限定です。メールの案内をご確認ください。メール当院になるには、動画説明欄、もっと見るをクリックして、そちらからご登録なさってください。ハエトリグモの数を、久しぶりに見たと思ったら、なんと冷凍庫におりまして、慌てて救出したんですけど、全然動かなくてね。で、足元に置いといて、様子見てたんですけど、しばらく目離したらいなくなってたので、再起動したみたいであります。よかった、よかった。なんで冷凍庫に入り込んじゃうんだよ、思ったんですけれども、ひょっとしたら、すくい上げるときに、まあ、紙でね、こうやってすくい上げたんですけども、指でつまむと潰しちゃうような気がして、紙で、すくい上げたんですけど、それでびっくりして仮死状態になっちゃったのかな、なんて思いまして、まあまあ、真冬で外マイナスになっても、それで雲が透視するなんての聞いたことないんで、ひょっとしたらすくい上げたショックで仮死状態になっちゃって、で再起動したのかもしれません。びっくりしたなぁ。もうツイッターに備わった新機能コミュニティノート、コミュニティノートで返信不可にしてても嘘や間違いを即座に指摘されてしまい、令和の政策担当やティーダ・ディースケや京奈川新聞の記者などのパヨワカが阿鼻叫喚、ツイッターは寝とうよと叫び事なきを得た。得てないんですけど、嘘つかなきゃいいのにな。あるいはツイッターやめるとかね。バカには向いてないですよ、ツイッター。バカッターっていうぐらいでバカはすぐバレっからね。これやってくれただけでイーロンマスク体制になった甲斐があったな。頑張れバカパヨ、真実に負けるな、という感じなんですけれども、6月の物価指数は去年6月の 3.3% 増でした。去年6月の物価指数を100とすると103.3% でした。電気料金と生活必需品の値上げが効いたのでは。鶏卵 35.7% 上昇、3、4割上がってんのか。そういえば近所のスーパーもですね、300円以下の卵あんまり見れなくなっちゃったな。みんな300円台になっちゃったな。食品全体では 9.2% 上昇、ほぼ 10%、洗濯洗剤 18.4% 上昇、キャットフード 28.5% 上昇など、キャットフード 28.5% っていうのがよくわかんない。なんでこんな上がんのかな、気がしますけれども、なんでだろう。猫飼ってる人は大変ですね。一般反応、ロシアと自民党のせい、食料と光熱費は節約しようがないな。本当だね。せいぜい、まあ、外食控えるとかするしかねえのかな。まあ、インスタントラーメンとかそういうのも上がっちゃってるしね。ロシアの穀物合意保護で小麦が過去最大級に値上がりしているから、まだまだ上がりそう。日本の場合はですね、小麦は政府が全部買って、で、全部配るみたいな体制になってんで、あんまりね、暴騰してもそんなに影響ないように政府が調節するんですけれども、それに金かかったらまた税金上がっちゃって、あれですね、まあ冒頭、うどんとかラーメンとかやばいな。賃金も年金も 3.3% 上げてよ。岸田から君たちはもう生きるなというメッセージ。悪いことばっかりやってんね高知会。電気止められて熱中症で行く反原発たちは本望だろう。岸田、
悔しかったら落選させてみな。賃金もじりじり上がっては来てんですけどね。これ民主党政権横ばいで全然上がってないの分かりますでしょうか。安倍政権になってから右肩上がりでじりじり上がっては来てんですけれども、まあ物価の上昇に追いついてない、生活が苦しいということなんですけれども、これ実はパヨがですね、安倍総理を親の仇のように憎んでる、今でも憎んでる、憎んでた原因がこれですね。自分らこそ労働者の味方であるっていう嘘、大嘘をですね、安倍総理がこっぱみじんに粉砕したから、で自分らの存在価値なくなっちゃったから、でね、それをですね、嘘ついてたのが悪いのに、自分らは労働者の味方である、自分らが操ってた民主党では全然賃金上がんにがったのに、自分らは労働者の味方って大嘘ついてたのがぶち壊されて、逆恨みね。まあ逆恨みっていうのはパヨの伝統なんですけれども、つうか逆恨みするようなやつがパヨる、パヨってしまう。パヨール石井さんとか有名な人いますけれども、まあ逆恨み体質なんだろうな。賃金上昇が物価上昇に追いついておらず、実質賃金は14ヶ月連続減少、原因、企業の出し惜しみ、ケチ根性で賃金上げない、特に今の経営陣は失われた30年でデフレ、まあ1990年ぐらいまでは良かったんですよ。そこから33年経ってますけれども、その頃入社した人はずっと経済縮小しか経験していない。景気いい話なかった、33年ぐらいなかった、しか経験していない。今の経営陣は、まあ、50代ぐらいのね、経済成長の時に何をすればいいのか知らない、調べもしない、理解もしてない。70兆円超え、過去最高の税収を記録っちゅうから、まあこれ企業は儲かってて法人税収が好調だったんでしょうけれども、なのに賃金は死んでも上げたくないっていう地獄行きの経営陣が多すぎるっちゅうね。それが賃金上がらない原因、景気いいのを知らない経営陣が多すぎる、外国人労働力の輸入で需要と供給バランスが崩れている、供給増やしたら、値段は下がっちゃいますよね、市場原理でね。本来なら原発稼働で石油高騰の影響をあんまり受けないはずだったのに、民主党のせいで電気代高騰、あと反原発がやたら反対するのに、へたれた自民党が原発を動かせなかったせいで、電気代が上がったのが全てに影響、物価連れ高になっていると推測、とりあえず原発を動かせっつうのね、全部に影響するんだからさ、電気の影響を受けない産業なんかねえんだからさ。6月の貿易収支が23ヶ月ぶりに430億円の黒字、自動車の輸出が好調であります。これ23ヶ月間は貿易赤字だったんですけれども、心配ありません。日本はですね、世界中に資産持ってまして、まあ、特許やら土地やら、まあ、株の配当やらで、毎年毎年20兆円ばかし、入ってきます。なので日本が貿易赤字続けて干からびるってことはないんですけれども、自動車などの輸出が好調だったそうであります。輸出、8兆7441億円、輸入、8兆7010億円、これ石油とか石炭とかガスとかだいぶ含まれてんだろうな。一般判断です。円安の恩恵、パヨの理屈じゃあ EV に乗り換えた、乗り遅れた日本の自動車産業は衰えるはずだったのにね。まあ衰えてほしいっていう願望も入ったんですかね、パヨの言い草。原発動かしていれば石炭の輸入が減ってもっと黒字なのに。問題はエネルギーの輸入額、原発動かさないとどうにもならん。原発動かせばもっと黒字、日本が憎い人らにとってはバッドニュースですね。皆さん原発だよなっていうことで結論みたいであります。ほらね、企業は儲かってんのに給料出し惜しみしてるじゃないですか。だから実質賃金上がんないんですよね。私もう円安の方が断然いいんですよ。YouTube から、もらえるお金
増えるから円が増えるから、あっちはあのドルで計算してますけども、円安になったら、まあ倍の円安になったら私もらえる YouTube からもらえるお金倍になるってことだもんな。これはあの労働組合の能なしぶりをも証明してんですよね。ちっともね、あの企業は儲かってんのにそれを賃金に反映させない、させられないっちゅう労働組合が能なしと。大体あの待遇が嫌なら今時転職しますって、皆さんあのメーデーなんつってあのデモとかやってねえで、こんな会社嫌っつって辞めちゃうって。他で通用しない連中がですね、あの企業にしがみついて組合入って賃金上げろってやってるんでしょ。全然上がんないけどね。労働組合は待遇を上げられず労働者の味方でないことは明白であります。皆さん加入しないで立ち枯れさせてください、組合を。組合費払わなければですね、そっくりその分使えるじゃないですか。可処分所得になるじゃないですか。自動的にね、あの3000円から5000円程度のベースアップになるじゃないですか。大声でもやって大声上げなくても、そう考えたら組合って不思議な存在ですよね。どこにも転職できないって、みんながあのどこにも転職できないんだ、一回就職したら一生そこなんだっていう決まりでもある世界だったら、まあ意味あるんですけども、徴収するだけ徴収して何の役にも立たねえもんね、労働組合費。なんか課長はいくら部長はいくらみたいな、上がっていく、部長は5000円、課長は4000円、平は3000円みたいなとこもあるそうなんですけども、電気代上がって景気が冷える半原発なんかにエネルギー注いで全くの逆だろ。電気代下がんないよ、電気代上がっちゃうよ半原発やってたら。そしたら給料減っちゃうよ、会社儲かんなくて。で気づいた、やっと気づいたのが自動車労連とかがもう立憲の応援やめたってなってますけれどもね、おっせんだよ。34.3% 過去最低支持率を記録した岸田総理、いずれ上がる。何を根拠に何を根拠にそう言ってんの。一般判断上がんないよ、あははは、それは無理というもの、もううんざり、早く引退しろ。テレビが岸田をあまり戦わないのが気持ち悪い。なんか上がる要素とか見込みでもあんの。まだまだ下がるよ。岸田って典型的な無能だよな。さすがバカ息子の父今のこれあげようかなあれあげようかなって増税話だけでこんだけ下がってんだから、増税決めたらもっと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 下がるでしょうね。それとも減税でも考えてんのかな。それは死んでも嫌なんでしょどうせ。岸田一族が永遠に税金吸える側なわけないだろうが、これ財務官僚どもも一緒だがんな。お前らの子孫が永遠に税金もらえる側なわけないだろうが、岸田の子孫も重税で苦しむのがバカで分かんないんですよねきっとね。台湾侵略とか北朝鮮ミサイルが命中とかない限りは支持率上昇は無理でしょうね。岸田テレビばっかり見てっからバカになっちゃって分かんないんだよ世の中の状況が。どうせテレビの誘導でですね、支持率低下の原因はマイナカードの不具合、これさえ改善すればとか思ってるんでしょうけど、ちょっとネットで調べろってのは調べてみろって、自分の悪いところ改善すべきところが山ほど出てくるからね。なんといっても LGBT 強硬であるとか、いろいろ増税しかななんて言ってったことか、韓国が甘やかしてったことか、そこら辺でしょうね。平井卓也元デジタル担当大臣、現在の保険証は毎年20億件使われてて、本人と違う、あるいは本人と確認できないのが500万件発生、使い回しや外国人の不正使用も当然あると。これを TBS が報道しまして、どうした TBS 気でも狂ったか、一同唖然、一般の反応です。TBS にしちゃ英断、放送事故だな。どうした TBS、 ついに正気を失ったのか、あの TBS がまともな報道してるなんて、どうした TBS、 一体どうしたんだ TBS。 外国人不正利用は病院側もグルだよな。本人と確認できないと健保組合に差し戻されて、差額分を回収できないと医療機関が丸かぶりで、医療機関が全部ぐるってわけで、どうせ金もらえればいいや誰でもみたいな、そういうことではないみたいなんですけどね。どうしたんだろう TBS ね、元大臣が台本にないことを突発的に話しちゃって、それうっかり思い出しちゃったのかな。500万件20億回、0.25% の不具合ですけれども、
多いと見るか少ないと見るか、氷山の一角でバレてない不正使用も多分多いんでしょうね。この何十倍もあんじゃないかな。マイナンバーカード連結で顔写真がついてますます不正しにくくなるから、立憲や共産が 大反対してますよね今ね。試しにですね、だったらマイナンバーカードと連結するのやめるわ、現行の保険証に顔写真とチップ入れるわって言ってやっても、やっぱり反対するんですかね。うぐぐぐぐって絶句しちゃうねこれ。バノン元大統領首席戦略官、トランプ大統領の首席戦略官ですね、東京で記者会見、 NHK はフェイクニュース、日本の CNN だ、名指し、名指し。まあ現在進行形でね、不法滞在推奨ドラマ、犯罪教唆ドラマ、犯罪補助ドラマやってるようなとこですし、まあ知ってますね。一般反応です。うん、知ってる、その通り。知ってた。いつも正確な情報は海外からやってくる。嘘つきなのは NHK だけじゃないけどね。犯罪教唆番組を放送、メディアは全部嘘つきだよ。名指し NHK ザマート。地上波全部これ放送しないんだろうな。なんかアベマでは放送したみたいなんですけど、CNN は米国の NHK だって CNN がもしバノンさんに言われたら、CNN なんだと、 NHK ほどひどくないって、激怒するのかな。まあ少なくともですね、CNN は完全民営で NHK みたいな受信料にあぐらかいて好き放題はやってませんけどね。最近は CNN も嘘つきが知れ渡ってて、取材も苦労してるみたいじゃないですか。現場には嘘つき CNN ってシャツ着た人がいっぱいいて、どうだいいシャツだろうってレポーターに聞くとか、いや嫌がらせ、経営もやばいって聞いたけど、なんか身売り話、もう身売りしたのかな。 NHK はその点ですね、受信料で安心して嘘つきつけられて、CNN よりよっぽど悪質ですよ。体制的に労働組合と NHK は日本に必要ないんだがな。私が生きてる間に、どっちも滅ぼしてな、朝日新聞とな。中国政府系不動産開発会社グリーンランドホールディングス、債務不履行、借金払えず、国営企業なのになぜ、借金返さないなんてことはあるんだ、そしてそれでも倒産しないんだっていう、笑っちゃったニュースですねこちらね。中国の経済は私が知ってる経済と一味違います。毎日新聞、中共からお小遣いもらえなくなっちゃうね、弱っちゃうかもねこれ。中国共産党にお金がなくて、すった弦でいいなんて言われちゃって、あとどこが、中京から小遣いもらってそうですかね。朝日新聞ももらってっかな。知ってたらコメントで教えてください。よろしくお願いいたします。というわけで7月29日代々木にタウンミーティングはやむえない事情で中止いたします。8月15日懇親会と靖国正殿参拝、いたしましょう。皆様ご応募ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。